こんにちは、動画ファンの成田です。今回は iPhone に搭載されているインターネットブラウザ Safari をホーム画面から非表示にしたり、また元に戻す方法をご紹介いたします。皆さんは iPhone でインターネットをするとき、ブラウザは何を使っていますでしょうか。もともと iPhone に搭載されているインターネットブラウザはこの Safari というブラウザになりますので、こちらを愛用しているという方も多いかと思います。ただ私はこの Safari もいいんですけれども、この Google Chrome、 この Chrome をインターネットブラウザとして使うことが多いんですね。そこで今回はあまり使用しないこのサファリ、このサファリをホーム画面から消してしまう、非表示にする方法、そしてもし非表示にしてしまったんだけれどもやっぱりサファリを使いたいということで、このサファリをホーム画面に復活させる方法をご紹介してまいります。ではまず iPhone 設定を開きます。設定を開きましたら下へスクロールして、このスクリーンタイムというこちらをタップします。はい、そうするとこのような画面が出てまいりますので、少し下にスクロールをするとコンテンツとプライバシーの制限という項目が出てまいりますので、こちらをタップします。そしてこちらの一番上の画面、コンテンツとプライバシーの制限という項目、このスイッチがオフになっていると思いますのでオンにします。緑色になっていればオンになっているので、こちらは設定は必要ありません。そしてそのすぐ下、許可されたアップという項目があります。こちらをタップしてください。そうするとこのような表示が出てまいります。ここで上から2つ目にサファリがありますので、こちらスイッチをオフにしてしまってください。そうするとちょっとホーム画面に戻ってみましょうか。この下に今サファリがいたんですけれども、サファリ非表示にすることができました。ではやっぱりサファリを元に戻したいという時は今の作業を逆に行えば OK です。設定をタップして少し下にスクロールしてスクリーンタイム、そしてまたこちらも少し下にスクロールしてコンテンツとプライバシーの制限、こちらをタップします。そして許可されたアップ、こちらをタップしてサファリのスイッチをオンにすればサファリが元に戻りました。あとは例えばここのサファリはここには必要ないんだけれども、別のフォルダーの中にしまっておいて、例えばじゃあこのクロームをここへ持ってきたいというふうにする場合はどのようにやるかと言いますと、それはとっても簡単です。じゃあ例えばこのフォルダの中にサファリを移動したいと思います。サファリを長押しします。そうするとホーム画面を編集と出てまいりますので、こちらをタップします。そうするとこのようにアプリのアイコンがゆらゆら揺れた状態になって、サファリも揺れておりますのでタップして、でタップしたまんまビヨーンとこのフォルダのところに持ってきてフォルダ内に入れることができました。そしてじゃあこの下の部分に Chrome、 こちらをタップしてビヨーンと持ってきて真ん中に入れることができました。ホームボタンを押すとアイコンのゆらゆらが停止してホーム画面の編集が終了となります。もしサファリがうまく出てこなかったり、どこにあるかわからなくなってしまったりしたときは、一度ホーム画面のレイアウトをリセットするという方法もあります。設定をタップします。そして少し下にスクロールして一般をタップします。このような画面出てまいりますので、下へスクロールして一番下から2つ目リセットをタップします。そうするとこのような画面が出てまいりますので、ホーム画面のリセット、こちらをタップするとホーム画面のレイアウトが初期化されます。今までダウンロードしたアプリが消えてしまってデータがなくなってしまうということはありませんので、その心配は必要ありません。レイアウトだけが初期化されるので安心してやってみてください。なおこれは一つ情報なんですけれども、携帯電話会社、携帯電話を契約した時のドコモとか au とかソフトバンク、こういった大手のキャリアには安心フィルターといって、親御さんが子どもさんがスマホを使える機能を制限したりフィルタリングすることができる機能、安心フィルターというのがついております。でこの安心フィルターをつけた iPhone の場合、サファリが表示されないという場合が多いようです。
なので、例えば子どもさんが iPhone を使っていてサファリが表示されないとか、インターネットブラウザがないという場合、この安心フィルターによって表示されていないということが考えられますので、ご了承ください。インターネットブラウザサファリは iPhone の標準アプリとなっております。基本的にはアンインストールしたり再度インストールをし直すということはできません。ただ画面上から非表示にしたり、また表示をさせたりすることはできるようになっておりますので、ご自身の使い勝手に合わせてカスタマイズしてみてはいかがでしょうか。それでは以上となります。最後までありがとうございました。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画の配信を行っております。チャンネル登録お待ちしております。